Round two, fight!
Round one, fight!
Thank you.
ああ、こっちじゃないね。ああ、ああ、ちょっと大きいっすね。はい。はい、皆さんこんばんは。わー。はい、はい、こんばんは、本日ですね、2019年1月10、あ、ごめんなさい、1月25日ですね。もうハッピーニューイヤーということで、この前始めたばっかりですが、気づくとそうですね、もう25日と、月末ですよね。もうあっつまり2月ですよ。そう、2月といえばやっぱ節分ですよね。2月は節分、そうなんです、鬼阿蘇と福は内ということでね、豪気使っていく人もね増えるんじゃないかと思っておりますが、本日第109回ですね、煩悩の数を超えてしまいました。109回、四季の細道開催予定でございますが、今ですね、あれですね、店員の方がね、大さんがね、組み合わせ作っておりますので少々お待ちください。 どうこんばんは、こんばんは。あれあれ、なんか奇遇ですね。あれ、どなたでしたっけ。いや、僕うねがえる。あ、うねがえるさんです。あ、はい、頭切った。頭切りました。さっぱりしますね。さっぱりしました。いや、前はちょっともみあげと後ろ髪が明らかにちょっとほっさりしすぎたんで、ちょっと、ね、いやいいな、変えてみました。これ1000カットね、お任せしますって言ったら。マジっすか、はい、結構出来いいっすね。出来いいっすね、1000カットにしてはね。いや当てにならない。だって1000カットネットの評判というのも、1000カットって、はい、結局腕悪いと潰れちゃいますよね。あ、結局そういうことですよね。ほんと、もうなんだろう、もうノーワックスで無難な髪型にしてくれるのかなって思ったら、はいはいはい、無難じゃなくて変な髪型になっちゃうっていうのが、まあ、売りですよね、フリースタイルちょっと面白い方がいいですよね、でもね。無難に行くよりは確かに個性のある方が、まあ、人に顔を覚えられやすくなりますよ ね、 すね。イメージ付けは確かに大事ですよね。大事。え、坊主、モヒカン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 。いやー、ちょっと世紀末じゃないんで、今。そうだね、世紀末だけどね。世紀末だけど。世紀末っちゃ世紀末なんですけど。そういう。そうそう。まあ、平成というのがね、まあ、もう終わろうとしているので。そう、平成最後の世紀末ですからね。はい、間違いない、うん。そういう意味では、世紀末と言っていいの。まあ、どういう意味かよく分かってないですけど。世紀は違いますから。うん。そうですよ。そうですね。世紀末は81年後なんで。81年後。その時になったら、まあ、モヒカンも主流になってる頃。そうですね。2019年ですからね。そうですね。核戦争は始まって、一回終わって、そう。で、北斗神拳伝承者が現れて、うん、一子相伝のね。そう、ワンセットはですからね。あ、1990X年か、北斗の拳は。もうあれですよ、すでに。あの漫画が出てからそんなにね、もう先の未来ではなかったんですよね、あれって。あちらこちらではもう、北斗の憲法の使い手の方がいろいろおられますからね、すでに。あ、すでに、はい、いる、はいはいはい、もういる、いますよ。やばいなぁ。そんなね、空想の話ではなく現実の話ですからね。現実の話で、うん。現実ってどういうことですか。え現実って、現実ってどういうことですか。ああ伝承者いるんですか。いやいや、伝承者、いや、僕ちょっとあんまり詳しくないんですけど。え、詳しくない、いるとかいないとか聞いてますよ。マジっすか。とうとう漫画が現実を、うん、なんかあれですよ、パチンコ屋とかによくいるって噂ですけどね。パチンコCR、 いやいや、 CR 噂ですよ、噂伝承者がいるとかいないとかね、聞いてますよ、パチンコ屋とか。どういうことだろう、うん、いや、僕ちょっとよくわかんないんですけど。どう応用していくんだろう。疎いんでよくわかんないんですけど、そういう噂は耳にしますよっていう。はぁ、世紀末ですね。
いや、新世紀ですよ、多分。そうです。2月10日。なそれ。これはあれですよ、格ゲー的な意味ですか、それ。あ、格ゲー的な意味でしたね。北斗の拳ですね。エクストリームバスケットボールと言われている北斗の拳。あれバスケゲーって聞いてますが、山本さんが第一試合、はい、あ、僕ですか。お、早速伝説の二人が相まみえると。伝説のほぼ山本俊理 VS 伝説のエクスパー X 流ダブル X ダブル X V。 どっちが勝っちゃうのっていうねところなんですけど、リュウチュンリーは昔から28、どっちがチュンリーが 2、 なるほど。チュンリーが2なんですかね。はい、あ、ヘロー、アロハー。さあ、はーい、じゃあワッピーエクスパー 2P がほぼ山本選手。さあ、四季の細道行ってみましょう。よし、じゃあ今日は少しテンション高めの実況やってみるか、はい、さあやるか。よし、じゃあテンション高めで。さあ、ね、さあ何を選ぶんだ。誰とやってくからね。何を選ぶんだ。お、さあ、オレンジ色の竜とオレンジ色のチュンリーが、お、相まみえるといった感じで、テイクの式で、さ あ、 さあ始まった。さあ開幕バックジャンプ。さあどうする。まあ、これはここまではいつも通り安定行動。安定行動、玉の打ち合い。百裂ゲージを溜めている、溜めている。飛びが通らないか。画面端の追い込んだのエクスパー。さあ交差する2人。すれ違う2人。さあまだ玉の打ち合い。ファーストヒットはまだ見えないか。竜巻当たってファーストヒット。さあ竜巻のエクスパッパー大パンチ。テンションは見せつける感じ。さあガードして、ゲージが立っているのはエクスパー。得意の竜巻すれ違い。さあ真空バラしていく。投げられが受け身取っている。投げられて中足中足。投げられてまだ生きている。昇竜当たったが転ばない。時間がないが、あ、最後は立ち手キックを見事。今の対空は冷静。確かに、まずかなりの技術を要する。はい、まず1本取ったのは山本選手の順利。さあ球の打ち合いで、まあ、じりじりといった感じで間合いを詰めていきたいところだが、昇竜拳で、ゲージを貯めていってます、ね、さあ竜巻は狩られて1勝で勝って、さあクソムーブ入ってちょっとちょまずいだろ。さあ投げる、もう体力はない。さあどうする。空中は狩られて、さあ竜巻からの投げ、からのからのからの、さあ波動拳。しかしこれはエクスパー選手やや気まずい。真空当てたい。真空さあ戦列出なかったな。長州キックは投げられる。勝ったのは山本選手。さあ非常に初戦から、やけに混雑としたカオスな試合を見せてくれましたが、クレさんセロシット。クレジンさんいますよね。さあ続いて現れましたのは川島さんの XDJ。 あ、伝説チュンリー山本に立ちはだかるのは、はい、これまた伝説の、はい、ダルシム使いの川島さんの DJ ですね。しかしもう半分。これはいくらチュンリーといえども壁を背負ってるといささかやりづらいのでは。だがチュンリーの頭の中は、まあ、戦列当てて投げ2回でと言ってるうちに突進技で KO ですね。さあ気候剣抜けを見事。はい、かしっかり球を見てました。山本さんのいいところは、はい、1ラウンド取られても、はい、落ち込まないくよくよしないしない。まあこんな日もあるさぐらい。そんな日もあるさぐらい。さあそう言ってるうちにこれはテンション。これはさっきのリプレイ。
さあ一発当てた。あー削り殺し、エアスラ2発で KO。 わからなかった何もわからなかった。勝ったのはカーシムさんの DJ。 いやー見事ですねさあ続きまして、あ、今日テンション高めなんですか。テンション高めなんです。マジですか。テンション高めなんですね。はい、続いてモスさん。モスさん、ブランカ、青青同士ですね。青青同士、そうですね。さあ、そうですねでもこれ、あれですよね、普段見ないカードなので。結構珍しいカードですよね、これ。確かに、はい、結構癖物揃いって感じが。そうですね、これ結構もしかして DJ はブランカ苦手だったりするのかな。なんて言ってる間に足が飛んでくる。なことないですよね、やっぱりね。いや、ガイル的な考えと思ってちょっとねDJ をね、DJ をガイル的な考えと思って無理やり言ってみてる感じですけどDJ なら大丈夫だろうみたいな。 DJ なら大丈夫、ガイルとは違うんだと。この車なら死なないみたいな。あー、なるほどなるほどさあ、そういうことですね。しかしブランカはやっぱり玉持ちキャラはきついんじゃないですか。まあ、まあ、全体的にきついから全体的にどうにもなんないですよねまあ、あっとローリングお釣りがないのが唯一の救いかなと思うんですけど。しかし上が通らない。と拾っていく。いや、ローリングお釣りありますね、多分。エアスラが、エアスラ入るみたいです。もう入るし、ジャックもいけそうな気がするんですけど。じゃあさあ続いてウネさん。ウネさん、あ、僕、ウネさん、あ、お釣りではないですか。カウンターで入れちゃう。うんうん、なるほど。いや、で、その、うん、あれです、有利がどうとか不利がどうとか言ってると、いつもこれどうでしたっけとかなっちゃうから、あんまり最近言わないんですよ。いや、そういうの、そういうの置いといて画面で起こってることをテンション高く言っていこうと。そうですね。さあヘッド、続いてウネさんの S バイソン。さあ S バイソン、なんか行き詰まっちゃったんですよね。パンチの先っぽをかすらせていれば、かなりの強キャラと A4 さんが言っていた。そうですね。おーっと、しかし拾ってる。きれいな三段。ピヨってしまってはさすがのバイソン、手も足も出ない。そうですね、当たり前ですね。手しか出ないですけどね。さあ手が出た足出たのあんま見たことないんだよ。スライディングめくりもらったがピヨらず。まだあるぞ。高笑い、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 高笑い。さあまだ諦めていない。まだいけるぞ、まだあるぞ。諦めていない、ヘッド。まだあるぞ。頑張れ、手がかする、掴む。さあ、掴んで、もう一回掴んで、もう一回ぐらい掴む。掴まない、掴まないけど、かすらせなかった。あーっと、ジャックパン連打きた。バレコパンが機能した。いやー、素晴らしいジャックパンでしたね、やっぱりね。 DJ のジャックパン、いいジャックパンでした。うん、さあ続いて金子さん。金子さんですね。金子さん、お、金子さん剣、先ほどチロッと使ってましたね。さあ金子さん X 剣、 X 剣、 X 剣。さあ大足侍、侍侍ですよ。大足は、大足は侍って、大足は侍ですよ。なるほど、大足は侍。大足は侍です。昔よくね、心は侍って言ってたんですけどね。心は侍、うん、まあ置いといて次行きましょうさあ打ち合っていく、打ち合っていくさあ打ち合ってって、さあ画面足を追い込んで、さあさあ膝、膝ではめていく。さあ膝、画面端膝ですよね、やっぱね。金子剣全く飛ばないですね。どのキャラでも飛ばないっす。マジっすか。どのキャラでも、いや、さすがにバルログ使ったら飛ぶでしょさすがに、さすがに、はあ、なんで行かない間に侍からの侍、あ、侍あれですか。あーっと落とせなかった。相手の飛びが刺さって。侍はあれですか、元ネタは感謝で。感謝です、感謝ですね。おそらく感謝感激、感謝感激、雨あられ。なるほど。なんて言ってる間にピヨって、おっとピヨってコンペイトが頭にくるくる。さあさあからの、しかし、やったったが投げられる。追い打ちかけようとしたのに。そうですね、投げられているのは自分の方。そうですね、これはかなり悔しかったんじゃないでしょうかね。これ今かなり悔しいと思います、ね、でも結構開いてましたからね、差はね、まあ、確かに結構開いて。さあ続いて、北からの使者アラママさん。やべえ、あの伝説の、アラママさんはマジの伝説じゃないですか。マジ伝説ですよこれ、ガチ伝説。はい、なんとバーサスの、ね、バーサスで予選通過という、はいはい、まんま関東じゃんみたいな。
あれバーサス勢あんまり出なかったんですか。バーサス勢なんか今回あんまり、まあ、十数人ぐらい出たんですけど、うんうん、勝ち抜いたのは、アルバマさん。なるほど。と言ってる間に1本目カワシム DJ が取っていく。はい、取っていきましたね。さあしっかり見てこっからのメッタ打ちにしていく。これがバイソンだと言わんばっかりの、この連携スパコンと言わんばかりにガンガン減っているが、体力奪っていく感じですよね。はい、こっからどう取り返していく。さあしかしこれは待ちの状態になった時にもうこれ攻めづらい。そうですね、ゲージもありますからね。もうはい、相打ちで OK。 如意棒出ましたね今ね。如意棒が長すぎる。如意如意。バイソンはもう元々あれですかね、欲しがりですからね。え、いやいや欲しがりですからね、バイソンは欲しがり。あ、欲しがりですね、うん、欲しがりですよ、わわとね。さあグランドからグランド、ほらさあ短波、短波からグランド、如意棒、この連携もう鉄板です。よっぽど読んでないと切ってやろうとかね、なかなかできないですからね。見えててもなんか切れない時あるから、ゲージあるとどうにもなんないですもんね。はい、さあこれは美味しい。上から使って、さあクレイジー、おっと割った、割られている、裏からよっ、おー中段、上り上り中段、上って足を、伝説の DJ 使い。いやさすがレジェンド勢、半端じゃないですね、間違いない。さあ続いて入ってくなトッキーさんのガイル。はい、あ、伝説といえばあの毎週木曜日やってるんで、はい、大山ニュートンで夜頃、あ、いきなり黄金伝説を、いきなり黄金いきなり黄金で、いきなり大山伝説、大山伝説ね、取ったと。そうですね、もう人、え、昨日ですよね、昨日って強い人いっぱい来んのに全然人来なくてやばいんですよ。さあこのガイル DJ、 そうなんですよね、もっといっぱい来てほしいですが、そうなんですよね、うん、さあトッキーさんのガエルですね。ガエルですね、硬いですね、トッキーさんもね、硬いんですが、ダメージをね、ちゃんとやっぱりそのキープしないと相打ち取れないんで、うんうん、さあ、なんて言ってる間にもう画面端から画面端、すごいですね、右へ左へ。さあ、しっかりガードしていくか。これは致命傷では、今ソニック見えてましたね、はい、出際が。さあ、こっからは、さあ待たれている、しっかり時間と体力を使い切ってまずは1本カワシム選手取っていく。ガイル DJ は本当にもうなんだろう、飛ばせたもん勝ちど、あ、と違う飛ばせたもん勝ちだけど飛んだもん勝ちみたいな、飛ばせたもん勝ちだけど飛んだもん勝ち、だから空中を制したもんが勝ちなんでしょう。なるほどですね、はい、さあ地上で攻めるか、これは厳しいか、地上戦はかなりガエル難しめなので、さすがにこれは、はい、これは鳥籠です、これはもう、はい、さあスライディングくぐる、画面端いっちゃうともう球打てないんですよ、本当スライディングしてくっからマジで。さあカワシム DJ 勝利で、はい、5連勝ぐらいしてるんですかね今、これ6連勝、あらら、やばいっすね、止まんねえなこれ、やばいな、だいぶエンジンかかってきましたね。さあ入っていくのがデンさんのベガ、はい、この2人結構ね、お互い地元同じなんで、そうですね、ジモティーですからね、ジモティー同士で、ジモティープレイヤー結構やってますからね、多分ね、やってますよ。さあ空中が強すぎて、ベガ厳しいぞっていう組み合わせですね、これめちゃんこ厳しいやつ、何にも通らない。そうっすね、さあ投げる、今のが上手すぎて、しかし受け身をしっかり取っている、はい、うわー、バックジャンプにかかって画面端、しかし突進技ダブルニープレス。さあこっから今度はベガが壁に追いやる形、投げて足をフリーの似ている、から拾ったが、しっかり見ている、さあこれは美味しいからの、投げる、ちょっと一歩進んで下がってからの、はい、投げ、一歩下がって二歩進む。そうっすね、さあ空中が気まずい本当に強いな、いや DJ の空中はちょっとね、判定やばいっす、そうっすね、もうね、あ、やばい、これはやばいやつ、
ブランカのごとくまとわりつかれるとかなりやばい。そうですね。あーめっくり冷てー、冷たい立ち回り。はい、さあ川島選手止まることを、とどまることを知らない、とどまることを知らない。コメントいっぱい来てます。 X ゲーマーズさん、友田さんが鑑賞中だそうです。あれ、友田さん今日来られないんですか。あれ今日は厳しいそうですね。なるほど、欠席。さ あ, あここで入っていくのがセロテープエッサガット、はい、と青パン、青パン同士、最近よくあの毎週木曜の一つ、あーなるほど、大山ニュートンでエッサガガエルが流行ってて、なるほど、それに乗じて分かんないですけど、セロさんも混乱に乗じてエッサガこっそり練習しているように。さあこれはダッシュの動きさあ球で押し返して、さあこれは美味しい。さすがに DJM 打ち負ける。あージャックがやはりこっつり、やばい、こっつりはなかったがガード安泰。この飛びの軌道、手の先を蹴っている、蹴りましたね。さあいやしかしちょっとセロ様いいところを見せたいが画面端はやばい、近距離戦は本当にエッサが難しいんで。さあぶっ放してきた。さあここからはサガットの間合いだ、とにかく。いやタイガーが、やばい、タイガーが厳しい、アパカのタイミングでタイガーが出てしまっている。さあスカッて投げる、抜ける、お互い抜けた。あさあこれは美味しい、完全無敵ってやつですね。さあこれはあとは打って上を見るだけ、スカル抜けていくがからの、しっかりガード、しっかりガード、硬い、また溜まっている、タイガー2がジャックナイフで拾っている勝ったのは川島さんの DJ、川島さん DJ やりますね。エッサガのタイガー2って強そう、いや強いんですけど使い方難しいんですよね。なるほど、さあここで入っていくのが青木、はい、サイクロンこと青サイさん、青サイザンギ。さあこっから飛んでるが投げられて、さっき結構 DJ 戦やってましたからね。あそうなんですか、うん、さあ食うぐらい、いやしかダブラリで殺している、なあしっかり最後はダイヤシガードさせて吸っていく、吸っていきました。やっぱね青サイスクリューがさえ渡る、はい、しっかり DJ のこのまとわりつきに切り返していきましたね。ダブラリー、ダブラリーのやつ、ダブラリー走っていく、レスラーが走っている、キャンセルして走っていく、うますぎてそしてダブラリー当てる、なんかダウンしているが、これもガード、 DJ 側どう取り返していくか、チアスワレて出た得意の影縫いスクリュー、完全に弾きましたね今ね。止めたのは青木サイクロン、なるほど、完全に弾いてましたね。サイクロンのことフォア、川島さん DJ は8連勝でストップ。じゃあ次はん、はい、次のプレイヤーエクスパー、エクスパーさん2周目、2周目ですね、2周目エクスパー流、輝かしい色だ。はい、でもエクスパーさん結構在技戦勝ってるので、いや荒らしていくタイプなんでね、はい、かなり期待できますよ。もうとにかくミスが許されないザギエフにとってはかなり厄介なプレイスタイルなんでしょうかね。そうですね、しかし昇竜拳当たるが空中竜巻、謎謎の空中竜巻でダウン奪っていく、はい、エクスパーさんしか見えません、あれは。そうですね、さあこの画面端青サイの間合いだ、これは。さあ出た長州キックからの波動拳の固め、さあシンク、シンク、あっとダブラリー今ミスったのか、あっとうわっと上からいった、完全得意の、今のはかなり悔しい、得意の上からのガードスクリュー、はい、さあ長州キックタイクタイクにもなる長州キック、9タイクですね、
風体空にもなっちゃう。あ、この間合いはやばいぞこれは。ザンギエフの死ぬ。いやきっちり上から決めてった。殺される間合いでした。青サイ勝利。さあ続いては伝説のほぼ山本選手、やっちゃってください。さあほぼ山本選手2キャラ目ももちろん、あれチュンリーじゃない、え、バンログじゃないでしょ、チュンリーです。お叱りが行きましたよ。さあほぼ山本選手2回目のチュンリー、ラストチュンリーなのでいいところ見せたいが、これはプロレスラーの間合い。さあ余裕のザンギーフ、ちょっと立ち台系の空振りに踏み込んでスクリーは上手かったですね。かなりあれです、ファイルからの、あ、やばい、また亀足に、そう、端っこはやばいと思ったがチャイニーズサマーソルトに切り返して、あと落として、さあこの前怖すぎる、冒険立ち台系、立ち台系、踏み込んで元キック、やばい、こちらからの元キック、やばい、気づいてしまった、もしかしてこれ足が強いんじゃないですか。ああ、そうかもしれない、鍛えた足見つけてしまった。さあクラゲ相打ちで、はい、逆列削り、しかし先ほどの対戦で足の強さに目覚めてしまったので、こっかこの試合どうかしかわからないが、今のよく逃げましたね、逃げたけどしゃがみぐらいからスクリュー方向して失敗、はい、怖い球ですね。ああ、得意の歩いて弾きスクリュー、しっかりしている。勝ったのはアークサイクロン。続いてはモツさん、いやダメでしたね。いや、ザンギーさん難しそうでしたね。なんかいや、ちょっとねこの前ね、アオサイさんに似た人とねまとめた感じでやったんですけど、ちょっとその時の感じ出なかったかなっていう感じ。いやいや、10-0ですね、10-0。さあモツさんのブランクは、そうですね、これはちょっとザンギーが厳しいのか、こしかしこれまあブランカもブランカでね、なかなかブランカも楽ではないですよね多分ね、近づけね、そう、ヒットアンドアウェイで、あー、素晴らしいんですけど、作りた、さあさあ、この前この前、青サイサイクロン前ですね、サイクロンゾーンですか、うん、あ、サイクロンゾーンがと、しかし、割られてからの、うわー、スライディング、リバーランが刺さる、ちょっと今、黙っちゃいましたね、一瞬ね、一瞬の息を飲む試合ですね、完全に息を飲む試合でした。さあバーチカルで待っていた、さあスカリにしっかり差し返して、やっぱちょっとアドバンテージ欲しいから上から行きたくなっちゃいますもんね、ザンギとしてはね。そうですね、さあおお、スクリュー入っていく、スクリューじゃん、ローリング入ってる、素晴らしい、硬すぎる、これは硬いぞ、だあ、最後は足払い、犯された、前を詰めることはできず、あのアモツさん勝利はモツブランカですね。はい、続いて、お、続いてウネガエルさん、これ流行りの組み合わせじゃないですか最近、お、最も熱い組み合わせ、友の道カードですね。そうですね、さあ入っていくのはブランカ対ガエル、これがまた面白いのが、人が変わるとね、同じ組み合わせでも試合内容ぐんと変わってくるので。そうですね、さあ噛みついて、さあ噛んでいく、垂直、垂直機能してますね、結構あの試合でみんな学習してるところあるんじゃないですか。さあ規制を走っているが、さあジャッキキック、バリアとも呼ばれる超判定の強い攻撃、そうですね、あの技、そうですね、ザンギエフなんかもあれ結構返し技がなくて苦労する攻撃なんですが、さあ橋を背負ってしまうのはこの組み合わせしょうがないところ、そうですね、
機能力が全然違いますよ。そうですね、どうしても前調整してるうちに画面端に行ってしまうが、そこからどれだけしのげるかが、ちょっと乗っていった、さあ前飛び、これは足に乗られてしまう、さあ最後はやっぱり多少キックバリア、素晴らしい、触れてしまった、触ってしまうとおしまいっていうね。まあ次がないだけね、まだいいですけど、スタブキックが完全に潰されてましたね。そうですね、でここで入っていくのが本家小物道カードの金子さんですね。金子がいる、さあブランカ戦は腐るほどやった。そうですね、ここはなんとか勝ちたいところだが、今回はなんと一先、まあ一先なので、そうですね、はい、油断が許されないですね。油断大敵でございます。これおっと次とこの前、素晴らしい、今のはしっかりしている、なんだ今のは、完全にソニックブームのその先の行動をちゃんと考えていましたね。試合の流れを完全に作ってますね。完全に作っています。さあソニックで固める、ゲームメイクうまいですねやっぱりね、ゲームメイキングがうますぎる。そうです、ね、さあ台刺さって前そばで近づいて、サマーで切り返し、さあ持つブランカなんとかしたいところ、しかし金子さん硬い、うますぎる、とまたしてもソニックとこう足のスヒット、さあ体力がないぞ、さあサマーソルトで KO、 サマー待っていた、金子ガエル勝利。さあ続いてアラバマさんですね、お北の国からの使者、はい、しかしこのバイソンガエルもかなり最近金子さん力入れているカードなので、力入れてる、はい、なるほど、これは見ものです、練習してるってことです、楽しみだと言っていた金子さんが、バイソンガエル楽しみ、さあここ画面を背負うのはかなり厳しいがなくはない、あ見ていた、クレージー使わせる、さあなよくソニック打った、あーグランド、グランドがオアと刺さってしまう、まあ、これはちょっと僕のあれなんですけど、はい、うねさんの見解ですね、裏剣とかそのバーンストレートで一回切り返さないと本当どうしようもない時は距離を上げるということですね、はい、こうなっちゃうってことですよね。そうなんです、こっからさあクレイジーかと思わせてヘッド冷たすぎる、勝ったのはアラバマさんのバイソン、この猛ラッシュですよ。そうですね、やっぱりバイソンといったら、うん、もうね常にバッファローちょっと、まあ、でもバイソンガエルは全然いい勝負なんで、そうですね、はい、なんですがああいう感じで圧倒されちゃうとかなりガエル取り返しづらい組み合わせですね。ガエルはそれほどね大きく体力取れるキャラじゃないんで、うん、立ち回りでやっていくしかないですよね。さあまずトッキーさんの DJ だが拾っている、さっおいしい、拾って拾って、これは裏から裏にクレイジー出ている、裏のクレイジー、これが裏クレイジーですね今のね。そうですね、あれなんか最後をなんか逆方向にすると出るんでしたっけ、確かあれは、いや僕分かってないです分かってなかった、分かってないなんか確かそうだったよ、捨てても出ない時ありますからね僕ね分かってないですさあこれは美味しいが、あとはあでも微妙だったかな、息切れでしたね。さあもうなんて言ったらね、もう体力がない、全然体力がないと、コメントいただいてます。さあニョボーニョギってきた、アラバマバイソン勝利。そうですね、確かにめくりに行くのがやや遅かったような気がします、 DJ 側。さあアラバマさんここで、2連勝ですかね、どこまで行けるのか。裏クレイジーめくりに行くの遅かったってトマトさん言ってますね、もうちょっと早かったら重ねってことなんですか。なるほど、ああ着地ガードが間に合うってことか、なるほど。さあデンさんもバイソン、デンさんバイソン、おバイソンバイソン、この組み合わせ全くわからない。まあボクシングなんですけど、ひたすらそうですね、もう投げなんですよね、ひたすらゴチゴチですよね接近戦はゴチゴチのオンパレード。さあここマジで
いやさあ先制したのはデンさんのバイソン、はい、さあしっかり見ていた。やっぱ一発ありますからね、巻き返しもありますよね今みたいに。さあタンパーがグランドに刺さって画面足ゴチゴチからのゴチ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 、これは厳しい。さあここから巻き返せるか、ゴチゴチゴチからのダーッ、クレイジーで切っていく、させねえぞって感じで、ね、今のは素晴らしい。さあコパンで止める。さあダメージがだいぶ体力差が開いてしまった。さあこれは厳しい。1回ゾーンに入るともう取り返しがつかないが、あるのか、あるのか、あるのか、こっからダメージ、クレイジー勝ったのはアラバマさん、アラバマバイさん勝利。さあ続いて強い、続いてはセロテープさんですね。セロテープさん出すのか、出すのか、これあれ S サガ出すのかかと思いきや、まあザンギエフでしょう。セロテープザンギエフで、はい、最後はもちろんメインキャラクター。さあバイソンザンギですか、バイソンもあんまりやりたくないカード。さあそうですね、コパン連発、なんだかんだ言ってもうスクリューの前に入りそうだが、しかし入れさせない。おっと切っていく、スクリューを切っていくヘッドで、さあグランド大足、グランドだ、足元をひたすらに、そうですね、ボコボコに殴っていきますね。ザンギの足はもうボロボロ。さあ山本さんのなんかスマホがカフェグランマを出てきましたが、あ、どうなんすか、あ、なんか変な画面になった、変なカフェよ出ちゃったよ。さあさあダッパタイプ、これは硬い、硬いぞ。さあセロテープさん、これはだー、やばいぞ。さあ中盤厳しすぎる。さあ続いて、はい、アラバマアイズの勝利で、続いてカーシムさんですね。カーシムさんのダルシム出すのか。さああれはヘッ、まあバイソンダルシムはかなりバイソン側は厳しいんですが、こうなって、あのやっぱ火力がねすごいんで、そうなんですよね、アンパーが刺さる、はい、ダルシ、はい、そうダルシムはやっぱり取り返しづらい、なんといってもファイヤーモードでねやっていくしかないですからね。そうです、じわじわ殺していくっていう、このペースをいかに維持できるかっていうところが鍵なんですね。さあここ、ここでこのファイヤーモード端から出さないよう頑張るしかない。さあバッファロー抜けられた、抜けられましたね、惜しげもなく使っていくインフェルノ。さあドリル、スラスト、ラスト暴れ、刺さった。トモヤさん5分、5分だから、なるほど、これ5分なんですね、いや5分なんすか、それによってちょっと言うこと違うんで、あ、前です、あ、グレイジーが倒れたダルシム側はほぼ動けないから、なるほど。さあ乗り切った、カーシムダルシム守り切った、勝利。さあ続いて青木サイクロンさんですが、青木サイクロンさん、ザンギダルシム、これは厳しい、まあ冷たいカードですよね、かなり冷たいカードなんですが、なんとか青木サイクロンさん頑張ってほしい。さあちょっとダルシムとザンギーの距離が遠いかな、ちょっとそうですね、近づけないですねスクリュー圏内に入れないですからね、 なんか何もできない、何もできないな、俺どうすんだろう、どうする、どうする、青サイザンギー、いや
ひー、これはやばすぎて、あーもうダブラリを今失敗したようですね。ザンギの足はもうボロボロ、燃えてましたからね今ね、さらに燃えてましたからね。さあこれはうまいところ、やばい、もうあ下段がきつすぎて、さあいい感じにダメージ取っていくが、もう一回やり直し、さあ痛すぎる、アップ、あ危なかった、しっかりインフェルナ踏みとどまったが、はい、しかし距離は縮まらない。さあ上が通らない、上が通らない、どうする、これ上だけではなく何も通らないぞ、このカードはやばすぎる、このままでは死ぬだけだ、いやー勝ったのは、勝ったな、カワシムダルシム、ダルシム、さあこれで2周目のあれは終わりましたね、2周目終わり、エクスパーさんいない、はい、あー3周目、はい、さあこっからは3周目です。エクスパーさんはいないみたいなので、ほぼ山本さんから3周目スタートですね。ザンギエフは大変です間違いない、イエスさあさあ切り返して、いい感じに固めているが刺さる、ヒットの追い打ちまで、はい、しっかり決めていった、まず1本取ったのはホベアモト選手、これは激アツ、お見事、なんとかチュンリーの強みを押していきたいところ、そうですね、しかしピオール、ただ安いのが救い、さあ三角飛びなんとか抜け出したけど、しまって、あーファイヤー踏んでしまう、大丈夫です、さあまだ1ラウンドあります、あります、普段のいつもの俺じゃないぞと言わんばかりに意気揚々と他に攻めていってるようなそんな気がしますが、掴まれて掴んだ後のあの膝重ね、さあ削って、削って、さあチュンリーヌージ、まあこっからちょっと溜まれば当てれば勝ち、溜まれば当たれば勝ち、溜まれば当たれば勝ちレバーとレバーでもうね、ああ後ろから嘘だろ、おい安いが削りに使ってしまう、あとテレポン、しかしまだわからない、あーどうする、もう一回貯める時間はなさそうだ、山本さん見せてほしい、ここ、あー落とされた、飛んだがヨガチョップ、勝ったのはや、あ僕、いやーほぼ負けましたね、いやー一言も発することもできませんでした、さあ悩んだ末に出したのはエスバイゾン、エスバイゾンどっちしようかっていうところでしたね、まあ、そうですね、使い慣れてるガエルがいいのか、相性的にまだマシなバイソンがいいのかっていった感じですね、ちょっとガエルだと厳しいですからね、そうですね、そしてバイソンならこの火力、長い拳、さあファイヤーと相打ちが取れる拳、おっといったっけ、最後は削り、そうですね、グランドがないですからね、そうです、地面など見ていません、そうですね、上を見ています、さあ上ですよ、ね、ファイヤー打った打ち取って両方ダウンする、なんかカスムさんと練習してた気がするんですけど、相打ちの相打ちの練習、さあそしてゲージを貯める意味がない、ここがちょっと XY さんと違うところ、そうですね、いいところですよね、気にしなくていい、気にしなくていいっていうか、いやゲージがないから単純に悪いところなんですけどそうそうそう、はい、そうなんですけど、相打ち取ってるうちにゲージが溜まるのが X バイソンのいいところですけど、それはないんですが、ファイヤーと直で相打ちが取れる、なるほど、ここはさあそこで川新も手足を伸ばして距離を縮められないようにしていく、さあでも
やっぱりどっかで打つ、そしてどっかで打つ、相打ちになる。上は倒産ぞと。さあさあ刺さっている。おー、尿意棒がにょぎっていったが、勇気のファイヤーから、あーっと手を出していった。かわしむだるしむ勝利。さあ続いてはもつさん、ブランカ。いやー、まあガイルよりダメージを取れるっていうのはね、惜しかったですねあるんですけど、だいぶ体力差をね、縮めていきましたね。まだちょっと立ち回りよく分かんなかったです。攻撃力でいけましたよね。さあ続いてモッツさんのブランカ。ブランカ、しかし依然としてこの川島さんの硬いファイヤーモード、なかなか抜けることがままならない。ブランカガンバと、これは厳しいカードだと思われますよ、ブランカとしてはいや、だからこそです、応援しているんです。さあ、固められてしまう。ブランカ、いささか厳しい。固めるテンプルフレームですね。固めるテンプルフレームよくわからないです。何ですかそれ。しかし、全く動けない。はい。動くとダメージもらう。これがダルシムの強いところ。そうですね、玉足だとこうなっちゃいますよね、やっぱり。なんといっても、まあ、技が揃っているっていうね。そうですよね、こうなっちゃいます。楽しみだ、楽しみ、勝利。はい、揃い踏みです。いやさあ、続いては、はい。お、さあ、金子さんですね。ガイルか？もちろんガイルです。さあ、カーシム・ダルシムさんの連勝数が、カーシムさん今何連勝中ですか。 5連勝ですね。ってことは2位に上ったから、あ、2位かな。どうしますか。あ、1位もカーシム、カーシムさん DJ ですね。あー、なるほど。ちゃんとやって連勝数の多い方のキャラでやりたいと。わかりました。なるほど、なるほど。さあ、ダブ様で抜ける、抜けてめぐりのような、チューチューさソニックからの大足一閃。抜けるのは抜けたが、その先は楽ではない。さあ中足、これは美味しい。これはちょっと勝ってるぞ。さあどうする。さあまで待っている。だドリルをしっかり見逃さなかった。さあこれはかなり激アツな展開。さあカーシムさんガン攻め、あっという間にガメ足。金子さんこの場合はどうにかくぐり抜けたいところだが、ガイルいけんじゃないですか。いけるかな。いけるかもしれないですね。いや、いけてましたよ、今いけてましたよ。確かに今1本取ってますからね。さあスライディング、スライディング、いやいいスライディングだ。しかし要所はしっかりとソニックを打ったらダメだと見せていく。俺どうにもならないですね今の。しかし今のはカーシムさんの攻めダルシムが完全に光っていた。さあさあ金子さん巻き返せるのか。この場合は厳しい戦いをどう。スーパー難しいですね。さあやばいな、しかしこの組み合わせ。さあ、いやしかしスタブが刺さって、おいら、おいしい。投げたところを見逃さなかったが、しかし投げられる。安かった。受け身がない。しかしダメージはガードしてる。はい、立ちガードをしてましたね。しかし特効薬がない。いやですが捕獲、これはどうなる。あー、危ない。いやここまで減らしたのに残念。勝ったのはカシムさん。すごい戦いでしたね今ね。そうですね、かなり壮絶な戦いでした。ガイルダルシムとは思えないぐらいやっぱり押した引いたの繰り返しでしたね、うん、さあ続いて盛り上がりましたね。あ、クレジット。さあ続いてトッキーさんですね。
そうですね、金子さんのガイルかなり惜しかった。金子ガイルだいぶでもあれですね、アピールできましたね今ね。そうですね。さあ選んだのは DJ、 DJ を選んだ。ガイルよりは DJ 当たり前です。さあ投げられる、まあ相打ちを取れはするものの地上戦でまくられてしまう。これは冷たい。これはどうにもならないのか。これがキャラサカーというところなのか。しかし戦略なのか。トッキーさんなんとか頑張ってほしい。さあ左肘左肘交互には出さない。右肘左肘ではなく左肘左肘です。左肘左肘果敢に判定を出していますが、何回と肘を出しているときはカーシムさん何も出していない。さすがのインド人もびっくり。さあ球でやや押し返したが、ここからどうする。カーニバルは割られるが割り返しめくり、さあっとファイヤー食らってしまう。これはキツイが、さあ、やばい。出るの出てなかった。ここだ。時間も時間なんで冷静に無理やり削りにはいかなかったですね。しかし惜しかった。トッキーさん。ダルシム勝利でついてデンさん。ついてセロテープさん。あれ？いやいやデンさんデン。あデンさんか。デンさんは選ぶのはどちらだ。さあバイソン選んでいく。先ほども言って、まあ、教えてもらった通りこれは5分近いらしい。5分近いらしい戦いと。ほぼ5分ってことと言ってもバイソンがかなりダルシムをふざけたキャラなんじゃないかって思ってると思うんですけどね。かなりね、バイソンの火力がね通じない時がありますから届かないっていうね。まあそもそもが。さあこの固めからのグランドからニョイボー。さあ中足をしっかり出している。テレポンかーバンファロー。バイソンのヘッドがにょぎって切っていく。まず一本取ったのはデンさんのバンストーン。さあこれはあるのか、あるのか。なんとか川島さんをここで止めたいところ。止めるとどうなるんだ。さあ今のもダメ。この画面端は受けるにはかなり手を出すと拳の先から燃やされる。はい、スライディングスライディング投げ、そしてスライディング連発連発です。出しとく出しとくか。これとこれとそれは違うそれは福本信行。さあまたこの、はい、画面端になったか。まあ、本当になんかもうダルシムの出際を狙うとかそんな感じじゃないとダメですよね。この形は厳しいぞバイソンも。さあタッパからのバファロー、なんとか勝ちの光が見えてきたか。ちょっとさあごちゃっていろいろあっていろいろあって勝負。画面端だがインフェルノ、あ安いぞインフェルノ。ラッキー、しかし裏から頭突き。はい、裏からごめんなさいと並びました。8、ちょっと待ってやる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 と。さあマシムダルシム8連勝で、はい、最後まで走り切ると。そうですね、トップの DJ、はい、川島 DJ と並んだところで最後のセロテープ戦。さあ台足引かされて、これ負けても選ぶ権利あるんじゃないですか。えさあインヘルノで燃やしていく。バニシングでは消えなかった。さあまずは川島さんが1本、セロテープさん。そういえばうっさがじゃないですね。そういえばそういえば、ここはザンギエフ真剣にザンギを使っていく。
さあしかし、ま、いや燃やされるセロテープさん、いやファイヤーを燃やしていく、レスラーが燃えている。下がったのはカワシムさんで、はい、あのこれでダルシムとキャラクターをね選べると、いや選べるんじゃない、あ選べるんじゃない、コスタンで1位なんでダルシム確定です。決勝は、カワシムダルシム対、アラバマバイソン。さあ決勝戦、そのままやる、そのままやる。じゃあ三先です、決勝戦よろしくお願いします。よし、さあ 2P 側が、あ 1P 側がアラバマバイソン、 2P 側がカワシムダルシムと、はい、さあノイボーからターンパンチはこれは通らない、お互い息を呑む攻防。さあしかしグランド中盤、グランドノイボー、さあダッパー、さあ相打ち、ドリル、相打ちでこれはダブル KO。さあ初戦からかなり熱い攻防が繰り広げておりますが、なんとドリルも対応している、はい、さあこの要ですね、かなり通らない。さあ削って、ひたすらに足をガン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 殴っていく、3回ぐらい押しましたね今同じパターン、押しとくです、押しとく、押しとく、押しとくかもしれないです。さあ、まあ、裏からドリルからファイヤー、ドリルしゃがみガードできるんですね、あれ下段ドリルじゃなんじゃないですか、なるほど、速いからか、すぐ取りで速いから下段なんだ。さあ亀足こっからなんとか、しかし攻める、攻め投げたまず1射目完全に攻め気を帯びているこのダルシム、こんなダルシム見たことないみたいな動きしますからね、あんなに動きの遅いダルシムがこんな速く、危ない感じですからね、通常の3倍ですね、これは間違いなく、そうですね、赤くないけど3倍、はい、さあ投げかされての遠い、しかしターンパンチが美味しい、おっ寄っている、だいぶ体力減りましたからね、一発目のターンパンガンガン減りましたね今ね、これこの爆発力がこのバイソンのえげつないところ、そしてこの連携、そしてゴチゴチ、はい、ガメ足、さあピョってる、おっと、しかし体力差がだいぶあるから、あっとこれはまだいける、ちょっと遠くなってしまった、今度はこっちがガメ足、さあガードして、さあインフェルノからアラママさん、だあしっかり見ている、さあ後ろにテレポだったが、はい、ちゃんと読んでましたね、クレイジーを後ろへ出している、今のはすごいいろいろなことが起きましたね今ね、その時いろいろなことが起きた、そうですね、まあ、あの自分ちょっと画面見ながらもちょっと待ってクレイジーぐらいしか思いつかなかったんでねさあこれで1-1、2本目アラバマバイソン、3本目、3試合目ですね、両者引けを取らずかなりレベルの高い対戦になっておりますが、お互いさあ寄ったのはバイソンだが、はい、頭上にコンペイトーからのだ、やはり画面足はねお互い厳しいですね、やはりインフェルノ抜けきれない、ヘッドでも抜けきれない、しかも火力半端ない、めっちゃ拾う、スパコンとしてもかなり優秀ですね、かなりかなりですね、さあこの距離なら全然押せる、バイソン力を出し切れる、出し切れる前だが、しかしどうある、アッパー、読んでいた、空中を読んでいた今、反応というかもうその地の力が素晴らしいですね、アルマムさんは本当に。さあ上は通らないのか、距離が開いたら、なんとかこのファイヤーをかわしたいところ、これはチャンス、投げる投げる投げ る俺も投げていると、川島さん吠えました、なるほどですね、さあこれで
さあ、リーチ3試合目はアラバマバイソンが取ってこれで1対2、2対1、これでアラバマさんが2ポイント、川島さんが1ポイントで、これアラバマさんがリーチ。そうですね。さあ関東のプレイヤーをしゃぶり尽くしてしまうのか。さあどうなる。さあ負けてられないと投げて殺す、抜けたところ投げる、投げて殺すムーブさあアップストレートで近づくもあっちゅう間に離されて、しかしまあバイソンはやっぱりまあ相打ちで美味しい組み合わせなので、さあドリルからの、しかしバッファロー出している、あっと繋がらないがアッパー出している、リカバリーが早すぎて、まずいぞこれは、からの、あー間に合ってしまった、ヨガ殺しだ。さあカワシムダルシムも取ったところで、はい、グランドスラム投げて殺すムーブ炸裂したところで、お互い2ポイント、はい、これが最終決戦、どっちが勝つのか。あれ、そういえばアラバマさん先週も優勝してましたね。そうですね。さあ開幕ヘッド読んでいた、開幕ドリル読んでいた。さあパパロビヨっている、まずはパーフェクト。ここで1ラウンド先取したアラバマバイソン、リーチですね。さあこれ足を出しているだけで、さあこれ焦げてしまう、この連携どうなる、あ掴んで、で抜けてゴチゴチ、バッファローを掴んで、ゴチゴチ、さあタクがきつすぎてどうする、ここからバッファロー抜けて、さあガー抜けた、勝ったのはまたしてもアラバマさんの2週連続優勝ですね。2週連続おめでとうございます。初めてじゃないですか。さあしちゃい、今日はちょっと、じゃあちょっと一言だけおめでとうございます、おめでとうございます、一言だけ、ありがとうございます。2週連続多分初めてですよ。あ、そうですか。そんな人いなかったです。いや強いです、ラッキーでした。いや今後ともねよろしくお願いします。ちょっとなんか来週もワンチャン来れそうなんで、お3週連続あるか、史上初、期待しております。ありがとうございます、おめでとうございます。ということでアラバマバイソンさんでした。来週も来てくれるみたいなので、あの、ね、ぜひこの、ね、見ている、まあ、友田さんとかもね来ていただいて、そうですね、一戦交えてみてはいかがでしょうか。というわけで、まあ、今回もいろいろ熱い試合がいろいろありすぎてね、もうね、はい、いろいろなことが起きた四季のお墨でしたね。そうですね、なんといっても、まあ、毎週いろいろ起きてるんですけど、そうですそのこと言ったら来週来ていただいてね、優勝したら地上初の3週連続ですからね、優勝が。すごい、しかもこれが遠征生ですからね、北海道からわざわざ来ていただいて、ね、やっぱ覚悟が違いますよね。そうですね、それがプレースタイル、まあ、プレーにもかなり相まって、ね、覚悟は備わっているといった感じでしょうか。というわけ で、ね、まあ、はい、今週はこんな感じで一旦終了しましょうね。終了しましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。うねがえるでした。ほぼやまでした。お疲れ様です。